愛知電気鉄道電6系電車。愛知電気鉄道電6系電車。愛知電気鉄道電6型電車は、名古屋鉄道、名鉄の前身事業者の一つである、愛知電気鉄道が、1924年、大正13年から翌1925年、大正14年にかけ導入した電車、制御電動車である。先行して導入された言語型に類似した。 木造車体を備えるが、高速運転を前提とする高規格路線として、当時建設が進められていた豊橋線、あとの名鉄名古屋本線の一部の延伸開業を、控え、主電動機出力の向上など性能面での改良が行われた。電力型は、両年度にわたって、計14両導入され、使用の相違から1924年、大正13年導入分の5両。 デハ1060でハ1064が、電6系、大正13年型。1925年、大正14年導入分の給料。デハ1066でハ1074が、電6系、大正14年型と、それぞれ導入年度の連合を付した、形式称号で区分された。1927年、昭和2年11月に、電6系、 対象13年型はで破線6 0系、電6系、対象14年型はで破線6 6型と、記号番号はそのままに、形式称号のみを改めた。さらに1935年、昭和10年8月の愛知電気鉄道と、明期鉄道との合併により、名古屋鉄道、名鉄の発足に伴って、前車は模型60系、後車は模型70系の形式、 記号番号が付与され、1959年、昭和34年まで運用された。以下、本校では、電録型に属する車両群を、本形式と記述し、また本文中にて、電録系、大正13年型あるいは、電録系、大正14年型の区分が必要となる場合は、電録系を省略して、大正13年型、大正1年型と記述する。 愛知電気鉄道、愛電は、1917年、大正6年に開通させた有松線、神宮前、有松浦、現、有松間を延伸する形で、1922年、大正11年5月より、神宮前吉田、現、豊橋間 62.4km を結ぶ、豊橋線の建設に着手した。豊橋線は、計画が頓挫した東海道電気鉄道から、 譲り受けした地方鉄道法に基づく路線免許を利用して計画された路線であり、愛知県の県と名古屋市と道県東部の主要都市である豊橋市とを直線主体の線形で結ぶという本格的な都市間高速電気鉄道を目指した東海道電気鉄道の構想を引き継ぐ形で計画、着工された。蒸気経緯により着工された豊橋線は即達性を最重視し、 当時の日本国内では、前例のない標定速度時速 60km での高速運転を可能とすべく、線形を全体的に直線基調とし、使用する基調、レールは、ドイツより輸入した75ポンドレール、37kg 基調相当の重機場を採用、保安装置として3ー、e、ロ等式自動信号機を導入するなど、当時としては非常に 高規格な路線として建設が開始された。また、豊橋線の建設と並行して、有松線の機械業区間についても複線化や、軌道強化による、軸重上限の引き上げ、当時直流 600V であった、河川電圧の直流 1500V への昇圧など、各種改良工事を計画した。有松浦伊東、東、岡崎までの延伸区間は1923年。 大正12年8月に開通し、この時、路線名称が、有松線から、岡崎線に改められた。1924年、大正13年4月には、有松浦や萩橋間の複線化工事が、完成すなど、改良工事も順次進捗し、さらによ九1925年、大正14年中に、岡崎線全線の河川電圧昇圧が実施される、こととなった。 この改良工事志向の途上においては、改良前後における直流 600V 及び同 1500V の異なる電圧に対応可能な新型車両が必要となることから、1924年、対象13年7月に導入した、対象13年型で8060で8064は、高速回転型の新型手電動機を採用したほか、 電圧転換機を搭載する副電圧車とした。その後、1925年、大正14年6月に、神宮前東、岡崎間の河川電圧1500分以下工事が完成、同月導入された、大正14年型で破線66で破線70、については、性能は、大正13年型と同一であるが、直流 1500V 単電圧仕様となり、 電圧転換期は省略された。さらに、同年12月に同じく単電圧仕様の対象14年型で破千71で破千74が増備された。なお、車両番号、車番の末尾、合意味数とする、アイデンの車番付与基準に則り、で破千65は当初より欠番となっている。蒸気経緯によって、本形式は、計14両が導入された。 全車とも日本車両製造本店にて申請され、また翌1926年、大正15年に導入された、電7型より、反抗性車体が採用されたことから、本形式は、アイデンにおける最後の木造車体の新造車となった。全長 16,028mm、全幅 2,642mm の木造車体を備える。 前後形及び同形制御車である月2型において採用された平面基調の車体設計は本形式にも継承され、このキュービックな外観は後にアイデンスタイルと称された。前後つま面は屋根部を除いて丸みのない完全な平妻形状で 711mm 幅の前面窓を3枚等間隔で配置する。幕板部と屋根部との境界部分には 雨戸井が側面にかけての車体全周に設置されており、つま部分の雨戸井はつま中央部を中心とする緩い円弧を描く形状となっている。運転台を前後つま中央部に設けた両運転台構造を採用。前小刀は落成当初前後つまの腰板中央部へ設置されたが、後年や値上がり中央部へ移設されている。側面には片開け客用扉を 片側3箇所設けており、両端の扉幅は 838mm、中央の扉幅は 757mm と、寸法が異なる。各客用扉の下部には、内蔵型の乗降用ステップが設置され、客用扉下端部と客用扉周囲の腰板が、車体裾部に露出した大枠下端部まで引き下げられている。各客用扉間には、 つま窓と同じく 711mm 幅の側窓を6枚設置し、254mm 幅の太い窓間柱によって3枚3枚の形に区切られている。乗務員用の専用扉は設置せず、車体前後端部の乗務員スペースには 489mm 幅の強窓を設置。側面窓配置は1 d 3 3 d 3 3 d 1 d 用扉、各数値は、 側窓の枚数である。屋根部は外観上シングルルーフ構造であるが、車内側天井仕上げは中央部のみ一段高くなったダブルルーフ構造としている。この天井中央部に車内照明として直流 120V20W の白熱灯を計24個等間隔に配置された6つの頭部へ収めて設置する。副電圧仕様の対象13年型は、 電圧転換器による照明回路のつなぎ替え機構を備えており、河川電圧 1500V 環境下においては24個の電球を12個ずつ直列接続して直流 1500V を印果し、同 600V 環境下においては24個中20個の電球のみ使用し、5個ずつ直列接続して直流 600V を印果する仕様となっている。各東具の両脇。 天井部の一段低い部分には通風口が計12箇所設置され、直上の屋根部には通風機、ベンチレーターが同数設置されいる。その他、屋根部には前後2箇所パンタグラフ台座を備えるが、パンタグラフは一旦の屋根上にのみ一気搭載する。車内座席はロングシート仕様で吊り革を併設する。一両あたりの定員は108人。 座席定員38人を交渉する。電車型における採用以降、アイデンの標準仕様となった、ウェスティングハウスエレクトリック製の製品を多く搭載するが、本形式においては、主電動機に芝浦製作所、現、東芝製の国産品を採取した点が異なる。従来車との総括制御や直流線5 0 0 v という高圧電圧環境下における、 動作の信頼性を考慮し、電3型以来の標準仕様であった、電空単位スイッチ式の間接手動診断制御、HL 制御仕様を踏襲。対象13年型に搭載された制御装置は、HL-272E-6。対象14年型に搭載された制御装置は、HL-272G-6 の型番をそれぞれ称する。 副電圧仕様の対象13年型はこれに電圧転換器を組み合わせ、河川電圧 1500V 環境下においては1両、あたり4機搭載する主電動機を2機ずつ永久直列接続として自家並列組み合わせ制御を行い、同 600V 環境下においてはすべての主電動機を並列接続として抵抗制御のを行う仕様である。 河川電圧 1500V 間強化における立候制御段数は直列5段、並列4段の K9 段で弱め回自制御機能は持たない。WH 社は元は圧縮空気を用いた制動装置メーカーであったこともあり、空気圧で動作する接触器を制御段数分だけ備え、その順序開閉によって速度制御を行う。 電空単位スイッチ式の AGL 制御装置開発、製品化した。この制御装置は装置内に電気系統及び空気系統の配線、配管を備えるため寸法、重量が大きく、保守に手間を要するという短所がある一方で、当時黎明期にあったカム軸式制御装置と比較して動作が確実で故障が少ないという長所を備えていた。また、 接触機の開閉の際に確実かつ高速で有感距離を取れるという高圧電力の取り扱いにおいて大きなメリットを有しており、前述した総括制御の観点を加かみして直流 1500V の高圧電圧に対応する本形式においても採用に至ったものと指摘される。この仕様は本形式の後に導入された電7系デ電波3 3 0 0系。 デ三千3350系の各形式においても踏襲された。主電動機は従来車に採用された 65PS 級の機種と比較して約1.5倍強の出力増強を行い、また定格回転数も大幅に引き上げられた 100PS 級の,の新機種に変更した。WH 製の w h 五十六 j 六直流直巻電動機のほか。 同機種の国内ライセンス生産品である、芝浦製作所 s e 1 3 2 c を採用、両機種の仕様は、端子電圧750ボルト時定格出力100、PS74.6kW、同定格回転数 985rpm で、統一されており、歯車比3点4 5にて1両あたり4機、各軸に搭載する。 WH-556J6 主電動機は、大正末期から昭和初期にかけて、主に WH 製の制御装置との組み合わせで、導入された 100PS 級輸入製品の代表格であり、アイデンの他東部鉄道、武蔵野鉄道及び旧西部鉄道ともに、現、西部鉄道、下鉄道、長野電鉄など、日本国内における大手、中堅の私鉄事業者において、 数多くの採用例が見られる。アイデンにおいては高速運転に適した高回転特性が好まれて、デン7系、デフハ3 3 0 0系、デュハ3 3 5 0系の各形式においても、前述した HL 制御装置との組み合わせで継続採用された。さらに後年、名鉄において、HL 制御の車体更新車である3700、 系列が導入された際にも WH-556、J6 主電動機及び SE-132、C 主電動機は継続利用され、自動加速制御でより高出力の 150PS 級、主電動機を搭載する釣り掛け駆動車、AL 車や、カルダン駆動の高性能車、SR 車に越して、同主電動機は、名鉄車内において、平成年代まで、長年愛用された。 台車は、ブリル製の単造庫組み立て型釣り合い両式台車の 27MCB-2 を装着する。これは、電算型以来の仕様を踏襲したものであり、車輪計 864mm、固定軸間、距離 2134mm の寸法も、同一である。制動装置は、サベ弁にウェスティングハウスエアブレーキ製 M-2、B3 同弁を用い、 自動空気ブレーキと直通ブレーキの切り替え機能を持つアム自動空気ブレーキを常用制度として採する。その他、手用制度を併設する。終電装置は w h 製 s 5 1 4 a 業系パンタグラフを前述の通り1両あたり1機搭載する。連結器はシャロン式下作用系の自動連結器を前後つまめに装着する。 先行して導入された、大正13年型で八千6 0で8064は百9 2 4年、大正13年7月15日付春工届でにて、収益し、同年10月の岡崎線、鳴海、有松浦間の伏線加工時間制と同時に、新設された特急列車運用も充当された。1925年、大正14年6月15日には、 岡崎線前線の 1500V 小圧が完成。それに先立つ同年6月6日付で、対象14年型で破線66で破線70が、竣工した。同五両は前日の通り 1500V、単電圧仕様であり、竣工以前の1925年、対象14年2月20日付で、電圧転換機を装備しない旨設計変更届が提出されている。さらに、 同年12月29日付で、大正14年型で8071で8074が、春行、本形式前14両が出揃った。その後、岡崎線は1926年、大正15年4月に、東岡崎小坂井間が開通し、路線名称を豊橋線と改称した。同年7月には、アイデンの子会社である。 壁ッキ電気鉄道が付設した途中駅の今村、現、新安城から分岐する、壁ッキ電気鉄道線、後の名鉄西予線の一部が開通、同年8月4日付で、相互直通運転が認可されているが、直通運転を行う車両として、対象13年型、対象14年が電7型や壁ッ海で100型とともに、認可を得ている。1927年。 昭和2年11月18日届けでにて施行された形式称号変更において、対象13年型はでハ1060系、対象14年型はでハ1066型と、それぞれ初号車の記号番号をそのまま形式称号とするよう改めた。これは、アイデンが保有する全形式を対象として実施されたもので、本形式を含めアイデンの保有車両における電化たち、 たちの形式称号は廃止された。愛電は1935年、昭和10年8月に、明機鉄道と合併し、現、名古屋鉄道、名鉄が発足した。合併に際してデハ1060系、デハ1066型は、全車名鉄へ継承され、形式称号は、全車がも1060系、後車がも1070型となった。この際、も1060型に、 改め形式された、デハ1061でハ1064は記号のみを、改めても1061対も1064となり、車番のゼロ基盤を廃するためで、ハ1060はも1065と記号番号を改めた。また、も1070が当たに、改め形式された、デハ1066でハ1074は、9番順にも1071対も1079と記号番号を改めている。 名鉄発足後、旧愛電由来の角路線は東部線、旧名機由来の角路線は西部線とそれぞれ通称された。当初東部線と西部線との間は線路がつながっておらず、また、河川電圧も東部線の大半が直流 1500V であったのに対して、西部線は全線直流 600V と異なっていた。その後名鉄は東部線、 西部線両区間を結ぶ東西連絡線の建設に着手、さらに西部線の河川電圧を東部線と統一する昇圧工事を計画した。東西連絡線は1944年、昭和19年9月に開通し、太平洋戦争終戦後の1948年、昭和23年5月には西部線に属する主要路線区の5 0 0ト昇圧工事が完成。 東西直通運転が開始された。この際、損置されていたも1060系の電圧転換機は、全車とも撤去されて 1500V 単電圧仕様となり、以降も1070型との差異が消滅した。戦後の新型車両導入及び前日の西部線、河川電圧昇圧に伴って、木造車体の従来車の多くは、四線区へ転属したが、 もう910型、もう3200系、QI 電デン,デン7系も3300系、QI 電で、は3300系など反抗車体の HL 制御車、各形式と同一仕様の使用機器を搭載するも1060型、も1070型は、名鉄保有の木造車では、唯一感染系統での運用を継続した。1957年、 昭和32年4月時点では、も千1十6 0系十二6 2も1七7 0系七十7 5から1七7 9の計6両が、四川区の一つである三河線にて運用され、その他全車が幹線系統にて運用された。しかし、同時期には経年による劣化の進行と木造車という存在そのものの陳腐化が問題となりつつあり、 特に幹線系統と直通運転を行う主要支線区でありながら運用車両の大半が木造車であった川線において線区のイメージ改善の観点からもその対策が急務とされた。そのため、名鉄は本形式を含む HL 制御の木造車、各形式の使用機器を流用して車体を振動する更新計画を策定、1957年。 昭和32年9月より、HL 制御の車体更新車3700系、2台の導入が開始された。この更新計画に際して、もう1060型、もう1070型は3700系、2台も3700型への機器教室元となって、他の木造車各形式に優先して東たが進行、もう1060型は1958年、昭和33年に、 も1070型は1959年、昭和34年にそれぞれ形式消滅し、アイデンデン6型として導入された、車両群は全敗となった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。